マ何でそれ見えて,撃ってる怖っ。一発撃たれたから。うわ、やば。これ絶対やってるだろ。くっそー、うぜえ。あの、あの移動の仕方して撃ち続けていくんのありえない。しかもめっちゃ連続で撃ってきてたから、多分あれ地形、地形が分かってない。 地形越しに打ってきてきるはず一日二三人はやっぱ会うなハルコフは結構晩頑張ってるイメージあるな頑張ってるけどやっぱああいうのってゴキブリみたいに次から次に湧いて出てくるからまあね正直ねガチで分かんない類で言ったらまあでも、ね、下手くそ使うのが下手くそな人は今みたいな人とか今みたいな人とか俺ほぼウォールハックだけだと思うんだけど 多いよそういうの。ウォーラックだけだったから、それこそちょっと FPS やってる人だとかだったら、多分かなりうまく隠せると思うから。5番って俺ほぼないと思うけどね、5番っていう人たちって、あの大体俺、そのゲーム会社で働いてた時って大抵そうなんだけど、本人がそのチートを使うつもりがなくても、そのチートに使えるソフトがパソコンに入ってることって結構あんだよな。 チートというか悪いことに使うためのソフトとか結構入ってることあるんだよなそういうのって見てあのー、運営側からするといやご検知じゃないねご検知じゃなくて実際使おうと思ったら利用できるようなソフトとかもあるんだよその自分は普通のソフトだと思っててもでそういうのってバンシター側からするとチートを使うために入れたわけじゃないかどうかって判別つかないから ご検知はま実際稀にある。でも大体ご検知かますような時って、すっごい数の被害者が出るから、その、それこそ極端な話、セキュリティソフトを検知しちゃいましたみたいなこととか結構あんだよね。それまあ、それこそ今で言ったら、まあ多分ほぼないと思うけど、まあ仮に言ったらそのディスコードをチートとして検知しちゃいましたみたいな。そういう時は、あのー、 俺の、俺が配信とかしてるときにめちゃくちゃコメントに来ると思う。まあ、起動できなくなったとか、バンされたとか。まあ、例えばツイッターのトレンドンドるとか。そこまで行ったら5番の可能性ある。ご検知でもバトルアイトが自動変身して終わりで一切攻撃不能。それってご検知ってなんでわかるのそうなの悪魔の証明なんだよな。ご検知で言い切れるものがないんだよね。 自分がインストールしたつもりがないものでも入ってることもあるし、ソフトウェア系って。チートを使っている可能性のあるユーザーはやっぱバンスルーになるんだよな、運営サイドって。まあ、答え合わせはそれできないよ、もちろん。だって、例えば問い合わせした人がチーターだったらヒント与えちゃうじゃん。何のエグサファイル検知したとか言っちゃったら。 だから俺とかは、絶対にもうゲームをするパソコンに、なんか、あ、こういうソフトを入れた方がいいんやな。入れた方がいいって、レディットに書いてあるな。みたいなものは絶対入れないようにしてる。自己防衛なんだよね。やっぱそういう人って自分が悪いっていう意識一切ないからな。しゃあない。 大体俺が働いてた会社でも問い合わせしてくる人って大体そうだった。VPN 入れてるだけでもバンされててもおかしくないからな。よく最近なんかあの、コメントでよく、タルコフをなんだっけ、オフラインかなんかにする、うんたらみたいなの結構進めてる人だしいるけど、ああいうのも文句言えないしな。